さあ次は魔法石を取り戻すですね。はい、いやお気づきの方もねいらっしゃるかと思いますけどもね、376個集めてまいりました。いやこれも結構大変だね。あの妖精の粉ゲットするのね、こちら。はい、これ妖精の粉がねかなり必要になってくるんですよね。はい、やっていきます。8個消費します。もう無心で授業を受けてたわ。はい、エピソード3、魔法石を取り戻す。ヤリガラ学園長室。クローリー、では改めて話を整理しますね。はい、ヤリガラを無事に開催する魔法石を取り戻す。皆さんはこの2つを同時に達成しなければなりません。そうだね、この2つを同時にしないと、妖精さんがね、暴れ回っちゃうと、うん、さてどうしますか。どうするって、まあ気づかれずに取るみたいな。ブンドルそれないか。カリム、マレウスはあの女王と同じ妖精族だろ。大切な石だから返してほしいってお願いしたらどうかな。確かにそれはあるな。マレウス、一口に妖精といってもその中にはあまたの種類が存在している。うん、植物の妖精、光の妖精、動物の妖精、アザミの妖精から僕のようなドラゴンまで全て妖精だ。そっか、マレウスドラゴンなんだ。なるほど、鬼かと思ってた。角あるから。大きさも違えば言語も異なる。仲がいいとも限らない。人間のようにな。はあ、なるほど。人間もね、陽キャ、陰キャ、ね、肉体派、精神派とかね、いろいろあるけどもね。うん、おそらく僕が会場に足を踏み入れただけで小さな妖精たちは怯え、散り散り逃げ出すだろう。うわ、めちゃくちゃ強いってことやそれ相当ドラゴン族のっていうのかなね、妖精は大変なんだ。大変というかもう恐れられてるっていう。レオナ、血使えねえやつレオナ落ちだんね。えちょっとかっこいい。ちょっと説得できないならもう力ずくで奪うしかねえだろうすごいな、脳筋かっこいい。だがそれでいい。アズール、それではことは、荒立てる。気づかれないよう穏便に取り返す方法を、模索するべきでは。うん、そうだよね。ビル、気づかれないより、はてどうするべきか。ビル、じゃあ偽物のティアラ作って本物とすり合わせどう。なるほど、その手があるか。でも気づかれるんじゃないの。エネルギーめっちゃダダ漏れしてるから、あの石はね。ビル、映画の撮影で使われる宝飾類はイミテーションがほとんど。それどうなのかな、頭にもう乗っけてるしな。ビル、でも一見してそれが偽物と気づく一般人は少ないわ。妖精だからな、一般人の違うんじゃないのこれ。マリウス、確かにあの妖精たちは魔法石を単なる美しい石としか見てないようだ。あ、そういうこと。あ、それならいけるね。じゃあその妖精の力って感じてないっていうこと。同じような美しさであれば贋作に気づきはしないだろう。ああ贋作ね、偽物のことを贋作って言うけどもね。イデア、でもいつ取り替えるつもり。まあそれなんだよな。さっき見た通り女王の周りは厳重な警備。よそ者がティアラに近づくとか無理ゲーでは。無理ゲーだよな。ビル、ティアリーガラは盛大な催しなんでしょ。参加者全員把握なんてできてないはず。あ、なるほど、その中に入っちゃうわけだ俺たちも。どういうこと。ガラ当日なら誰が女王に近づいても不自然じゃないと思うわ。なるほどね。はい、ローリー、ティアリーガラに潜入してティアラに接近、偽物とすり替える。あ、なかなか良さそうな作戦ですね。はあ、ですが、ん、なんだ。ローリー、妖精に変装できる魔法や道具なんてそう都合よくあるはずが。あ、そうか、妖精になんなきゃいけないのね。なるほど。はてなはてな、なんだ。インストックナウ。え、なんだこの声は。さあ誰だったんでしょう、声の主。次行きましょう。エピソード4、テーマはエキゾチック。なんか陽気な音楽流れてる。あ、サム学園長と小鬼ちゃんたち、どうやらお困りのようだね。はい、困ってます。アズール、さすがのサムさん、人のピンチ、もといビジネスチャンスには敏感でいらっしゃる。ビジネスチャンスか、そっか、この人から買うんだ。サム、ニヒヒヒ、秘密の仲間が教えてくれたんだよ。ニヒヒヒって笑い方可愛いね、ちょっと。サム、今学園長が欲しいものはこれだろ。お、なんだい、なんですかい。お、なんだこれ、黄色いなんかションベ、レモンジュースみたいな。
ね、色してますね。瓶に入った金色の粉末、それは妖精の粉か。え、なんだこれ。イエス、その通りだよ。立派な角の氷ちゃん。マレウスのこと氷ちゃんって言ってる。この人さては強いな。妖精の粉は里に住む妖精たちの力の源。これがなきゃ空も飛べなくなるらしい。え、なるほどね。妖精の粉ってそういう役割があるんだ。へー。里の妖精であれば必ず身にまとっている。逆に言えば、逆にこの妖精の粉をまとっていれば誰でも We are clear。クリュークルーか。妖精の仲間になりすまして会場に潜入できるって寸法さ。なるほど、そういうことね。この粉みんなまぶしていくの。すごい、なんかハッピーターンみたいじゃない。妖精の里の者たちは粉の番人を立てるほど妖精の粉を大切にしていると聞く。おう、粉の番人っていう人もいるみたいですね。おう、よく手に入れたな。一体どうやったんだ、サム。この怪しい粉、どうやって手に入れた、サム。それは秘密さ、にひひ。怪しい。麻薬取引してんじゃないの、こいつ。違うの。たとえ高価な白物でも、フェアリー柄のためなら仕方ありませんよね。そう。妖精の粉買います。経費で、経費かい。経費かい。実費で買えや。サム、サンキュー。お買い上げありがとう。まあ、サムはいいけどさ、まあ、経費かい。クローリー、さて、無事に妖精に変装する手段は見つかりましたが、はい。この小瓶に、小瓶か。この小瓶に入った妖精の粉の量では、寮長全員にまぶすことはできない。まぶすってなんだよ。ハッピーターンか。もう、美味しくいただくんか。一体誰にフェアリー柄に潜入してもらいましょう。まあ、選ばれた人がまぶされるってわけ。美味しくなるっていうわけね。はい。マリウス、フェアリー柄には身分高い妖精たちが集まるという。豪華な衣装はもちろん、洗練された振る舞いも必要になるだろう。あ、なるほどね。ちゃんと妖精になりきるかっていうことか。振る舞いとかも含めて。なるほどね。ふんふん。ふんふんってちゃちゃまるやん、これ。クローリーさん、どうした、ちゃちゃまるか。潜入に向いているのは身分の高い人物が集まるパーティーの振る舞いに慣れていて、俺の地獄耳によれば、今年のフェアリー柄のテーマ、エキゾチックさ。ほう。だからそのエキゾチックな服装をした人、誰。クローリー、エキゾチック、つまり異国の情緒を感じさせる人。俺やん、これ。え、俺一人じゃないよこれ。もしや見られてるじゃん、ほらみんな。え、ちょっと見ないでよ。ちょっとイデアまでこっち見ないでよ。カカリンまで、 あれ俺じゃない。カリムか、この服装浮いてる。はい。え、レオナか。あ、レオナも選ばれたんか。マリウス、妖精の里の者たちがエキゾチック。異国の風情を感じるとしたら、お前たち二人だろう。なるほどな。ええ、獣人族や砂漠の文化は珍しいはず。なるほど。アズール、レオナさんは腐っても王族でいらっしゃいますし、カリムさんはネッサの国でも有数の大富豪の跡取り。跡取りなん？カリムさんだから世間知らずの発言多いんだ。そういうことか。リドル、パーティーにもさぞかし慣れているのでは？イデア、潜入班はレオナ氏とカリム氏で、ケー、ググ。で、ケー。OK のこと、ケーって。マジ？そこまでリラックス？ググ。GJ ね。はい。はい、アズール、潜入班の皆さんもこれから準備でお忙しいでしょうし、僕たちは退散しますね。うわー、これ押し付けてきたー、こいつら。うわー、マジ。そう、裏切ってんなー。マリウス、僕はもともと呼ばれてなかったしな。おいとまするとしよう。あー、ガチかー。これはいかがなもんかね。クローリー、皆さんなんて逃げ足の速いさ。逃げ足早いね、ほんと。もう決まったら最後この場でバキュンよ。潜入メンバーエピソード5。クローリー、というわけで学園の兵はキングスカラー君とアジーム君に託されました。お、二人か。いいぜ、任せとけよ。みんなが困ってるな、力になってやりたいしな。レオナ、俺は絶対にごめんだ。くだらない祭りに潜入だなんてやってらっかよ。あー、ちょっとこの二人は合わないね。さあ、レオナ、第一、俺は浮かれたパーティーや祭りってやつが大っ嫌いなんだ。クローリー、キングスカラー君、
もしアジームくんが失敗して春が来なくなったら、一番困るのは猫科の住人である猫科の獣人であるあなたでは、ずっと冬のままでは十分な力が出せないでしょう。言いくるめられてるレオナ、ロリ。カバナクロの生徒には獣人族が多い。気温の変化で活動できなくなるものも多いでしょうね。リオのパワーは大幅ダウン。本当にこのままでいいんですか？ち。レオナかわいそう。仕方ねえな。もうレオナ、いや、クローリーがひどいな、これ。うまいっていうのかな。やっぱり、妖精たちの祝祭か、ワクワクするな。あ、せっかくだし、ジャミルも連れてっていいか？お、ジャミル。はい。クローリー、はい、ぜひ。いや、お願いなので連れて行ってください。そちらの方が安心です。クローリー、キングスカラー君も目を離すとサボりそうですし、監視役が必要でしょう。あ、そうですね。同じサバナクローで、真面目なハウル君にしましょうか。ハウル？おう、どんなだったっけな。よりにもよって融通が効かない頑固犬かよ。それにあいつだと、うん、なんだ、何があるんだ。ダメだ、ラーギーにしろ。ブッチ君、彼なり言うこと聞くからってサボるつもりじゃないでしょうね。監視策をちょっと誰にしようって言ってんだ。誰にしよう、あれにしようって言ってんだよ。レオナ、そんなに信用ならねえっつうんなら俺を潜入メンバーから外せよ。お、強く出たね。ローリー、学園の一大事に、どうしてうちの生徒はこうも自分勝手なんでしょう。嘆いている。監視の意味でも随時報告してくれる雑用。いえ、まとめ役をつけます。雑用って言っとるやん、半分。というか、もう呼んでるんですけどもね。え、まとめ役？それってもしかして私か。学園長、用事って何でしょう。グリム、オンボロ寮が砂漠みたいに暑いんだぞ。このまんまじゃ俺たちもオンボロ寮にいられねえ。そうか、寮も空調壊れてんのか。やっぱりクロロとグリムか。お前たちフェアリーガーナに参加するんだな。まあそういうことらしいな。カリム、頼むぜ。よろしくな。あ、違う、頼もしいぜな。よろしくな。ようだ、草食動物がうじゃうじゃと。俺は引率の先生じゃねえぞ。まあ肉食って感じするよな、レオナ君。もうガンガン言ってるしな。カリム、そんなに怖がらなくても大丈夫。俺がちゃんとレオナ君とも面倒見てやるよ。ああ、カリム、ありがてえ。あ、レオナ。レオナがあーって言ってんじゃん。クローリー、すでに喧嘩が始まりそうだ。いいですか、クロロ君。はい、何でしょう。セニュハのみんながフェアリー柄で問題を起こさないように見張っていてください。見張れるかな、こいつらのこと。難しいんじゃねえの。はい。自信がねえよ。クローリー、あなたの腕にかかってますからね。頼みましたよ。お、念押されてるね。わかりましたよ、クローリー。頑張ろう、できるだけね。エピソード6、潜入した後の計画。オンボロ寮、談話室。ジャミル。おう、ヤッホー。ハリム、お前どうして面倒ごと安請け合いしてくるんだ。あ、怒られてる。そういう時は一度持ち帰って検討しますと言えと教えただろう。会社のなんか役員かなんかですか。ねえ、もう、俺たちは会社員か。ラギー。おう、レオナさん。俺を面倒ごとに巻き込まないでください。あー、レオナのとこも怒られてんじゃん。どうせ面倒ごとを全部俺に押し付けようって魂胆でしょ。このカップリングいいな。カリム、でもみんな困ってたみたいだし、俺たち全員で力を合わせればきっと大丈夫だよ。あー、まあちょっと脳天気な感じだからね。何も考えないんだろうな、カリムはな。レオナ、うるせえな。俺だってやりたかねえよ。まあそうだよね。なんか言いくるめられたんだよな、みんなのことを思って。レオナはみんなのことを思ってるからね、優しいんだよな、ちょっとね。カリム、でも妖精の祭りだぜ。一度見てみたいと思わないか。まあ確かにその考えはあるな、確かに。ジャミル、カリム、事の重大さ分かってるのか。遊びに行くんじゃないんだぞ。まあね。ラギー、俺を参加させたいなら最低時給1000マドルはバイト代出してください。話はそれからっす。なるほどね。グリム、みんな言い争っててめちゃくちゃなんだぞ。どうすんだこれ。じゃあみんな仲良く留年ということで。ちょいちょいちょい。ジャミル、これは困るな。カリムが留年すればアジーム家の名に傷がつく。うん、王族と違ってアジーム家や庄屋、後継ぎに怠惰のレッテルが貼られては困る。まあそうだよな。おい、てめえ聞こえてんぞ。庄屋なんだ。王族とはまあ違うと。うん、やれやれ。
確かにこのまんまじゃ時間の無駄だな。どうせもう断れない。クロロの言う通り腹くって潜入した後の計画を立てよう。お、ジャミールさんありがてークールですね。カリム計画？ティアラを偽物とすり替えればいいんじゃなかったっけ？かわいい。もはやかわいいんだが、カリム。はい、ジャミール。それは計画じゃなくて目標だ。ティアラは女王の頭の上に乗ってるんだろう。どうやってすり替えるか、その手段を相談する。うん。カリム、魔法を使ってそっと浮かせ取ればいいんじゃないか？能天気。というか、あ、バカだな。ジャミル、妖精は人間よりも魔法に敏感だ。マリウス先輩を見ていればわかるだろう。ほほう。相手は妖精の里の女王。魔法使えばすぐにバレると思った方がいい。レオナ、その通りだな。つか、魔法師が魔法使っちゃダメって、最初から積んでる感あるっすね。なるほどな。じゃあどうすりゃ力で解決すればいいってこと？レオナ、バーカ。だからお前がいるんだろう、ラギー。え？肉体派なのラギー。俺？デメが女王の頭に乗ってるティアラと偽物すり替えるんだよ。え？そんな暴論をかましてくるあんた。その手で直接な。ちょっと言ってる、だから堂々と言ってるけど。え？俺？ほらびっくりしてるじゃんラギーも。うん、この顔である。あ、なんだ、え、誰か来るの。あー、ラギー、ラギーブッチ、ガラクチュール。真っ白で汚れが目立ちそうな服っすね。これ着たままじゃ飯も食えねえや。わーお、お化粧が似合う。美しい。はい、ラギーさんがイベント期間中は参加してくれましたね。ということで次にやっていきます。で、正式に参加する条件というのがフェアリーガライベントストーリークリアですね。はい、目指していきましょう。エピソード7、注意を引く方法。オンボロ寮談話室。グリム、それ魔法よりバレそうじゃねえか。素手やからな。でもな、ラギーは器用で手癖がいいからな。それ手癖が悪いっつんだよ。でもな、しかもティアラはジャケットの内ポケットにしまってあるわけじゃねえ。まあ頭の上だからな。見やすいよね、確かに。レオナ、堂々と頭の上に置いてんだ。ちょろまかすの簡単だろ。いや、でも頭の上だよ。こんなんさ、どうやって撮るん。ラギー、それ逆にめっちゃ難易度高いっすよ。それそうだよな。カリム、なるほど。だからレオナはジャックじゃなくてラギーにしようって言ったのか。でも手癖が悪いからな。そういうことか。あの1年生でかくて目立つもんな。ハハハハな。ハハハハ。確かに今回の計画にラギー以上の敵人がいない。俺もレオナの案に賛成だ。そんなに信頼できるんだ、手癖の悪さ。ラギー、あんたら本気っすか。ほら困ってるじゃんラギー。おいラギー、ティアラをすり替えるのに何秒必要だ。ティアラの大きさや環境を踏まえると15秒ってとこっすかね。お、やる気じゃんラギー。かっこよ。でもな、10秒だったよ。5秒縮めた。ブラックやな。ラギー、5秒少なくなってる。お前のことだ。どうせ余裕見て言ってんだろうが。あ、そういうことか。いろいろ分かってんな、仲間のこと。レオナ先輩、かっこいいっすね。ラギー、チッ、お見通しか。お、まんざらでもない。でもその間、女王の意識をそらしてもらわないとさすがにすり替えるの厳しいっすよ。なるほどな。じゃあどうやって気をそらすかっていう話になるのか。10秒か。ジャミル、安全かつ自然にフェアリーガラという会場で注意引く方法。あれ、なあなあ、フェアリーガラって春を祝うお祭りなんだよな。お祭りといえばパレードだ。女王が思わず夢中になれるようなパレードするのはどうだ。え、そういうこと。かわいい。発想がめちゃくちゃかわいいんじゃん。目いっぱい着飾って珍しい動物や楽器をいっぱい引き連れてさ。お、楽器も引き連れんの。ラギー、出た、カリムくんの富豪発言。会場には4人しか入れないって言ってるじゃないですか。そうだよね、どうすんだろう。いや待てよ、案外いいアイデアかもしれない。え、ジャメル正気か。フェアリーガラでは祝祭のメインイベントとしてファッションショーを行うんだろ。あ、そうだね。カリム、おう、
ランウェイの上じゃ歌でもダンスでも春を盛り上げるパフォーマンスなら何でもありらしいぜ。サムが言うにはそりゃ豪華なショーだって楽しそうだよな。ダミル、それだな。にやり。俺とカリム、そしてレオナ先輩がファッションショーで会場中の注目を集める。おお。それで女王の注意がそれた隙にラギーとグリームとクロロがティアラをすり替えるんだ。スパッ。はあ、この俺に妖精の泳ぎ会に出ろっていうのか。ジャミル、10秒は意外と長い。ラギーの時間を稼ぐために全員と取り組むしかありません。ジャミルすげえな、作戦をめっちゃ立ててさ、もうまとめ役やんこの子が。グリムと監督役のクロロがラギーのサポートにつく。うん、俺たちは消去法でショーに出る。ジャミル、断ってもいいですよ。作戦が失敗したら一番困るのはレオナ先輩だと聞いていますが。お、ジェイ、学園長め、余計な入れ知恵しやがって。あー、そういう風になってんだ。学園長うまいな。レオナの優しさがここでね、裏目に出ると。3人とも頼みますよ。俺たちの成功はあんたらにかかってるんすかね。はい、どっちだ。あ、出た。素人ばっかりじゃ不安だな。クロロン、動きます。大丈夫だ、俺に考えがある。お、ジャミル、そうなんか。おい、誰が来たんでしょう。連れてきたぞと。え、俺たちが成功するための秘密兵器だ。はてなはてな、このメンツでファッションショー、野菜の品評会の間違いじゃない。お犬ども、しつけの時間だぞ。てめえら、え、誰。To be continued.